今日も忙しそうですね。たまには休んだ方が。心配してくれてありがとう、シーダ。大丈夫よ。休めるときは休んでいるから。でも、我ながらちょっと働きすぎかしらね。こんなに忙しいと、恋人もできやしない。え？私、てっきりアンナさんには、恋人がいるものと思っていました。あら、なんで？私の世界にいたアンナさんには、恋人がいたので、こっちのアンナさんにもいるものと、勝手に思い込んでいたみたいですね。そうなのね。その恋人にシーダは会ったことはあるの？ええ、戦場で偶然。ジェイクさんといって敵対していた国の軍人さんだったんです。それじゃあその彼と戦ったってこと？いえ、戦ってはいないんです。彼は平和を愛する優しい方で、アンナさんのことを話したら心よく味方になってくれたんです。その後も平和を取り戻すために一緒に戦ってくれることになって。素敵。そんな人と出会えたら私どこまでもついていってしまいそう。私の世界のアンナさんもきっと同じようなことを言うと思います。やっぱりどの世界でもアンナさんはアンナさんなのですね。そうなの？なんだか急に恥ずかしくなってきたわ。ねえアンナさん、あなたは今好きな人はいないのですか？あ、いけない。まだ仕事が。忙しい忙しい。アンナさん、気になる人くらいいるでしょ？私は仕事が恋人なの。好きな人を作ってる暇なんて。恥ずかしがることないじゃありませんか。人を好きになるって自然なことですよ。シーダ、あなたって意外とグイグイ来るわね。そりゃ私だって好きな人くらい作りたいけど。いないんですか？そんなのもったいないです。もったいないって、またそんな。私自身そんなに恋人を必要としてるわけじゃ。何を言うんですか。アンナさんだって立派な乙女ですよ。でもほら、やっぱり私今は仕事が大事っていうか。それならむしろ好きな人がいた方が仕事の励みになるんじゃないでしょうか。なるほど、そういう考え方もあるか。あなたに言われると妙に納得できるわね。シーダ、ありがとう。私恋愛に前向きになれる気がしてきたわ。本当？嬉しい。私までドキドキしてきました。これからもこういう女の子同士の話たくさんしましょうね。楽しみ。そうね、私からもお願いするわ。いろいろと相談に乗ってくれる？もちろん。まずは好きな人を作るところからですね。いざとなると気遅れしちゃう。でもシーダが応援してくれるなら